三島の方がですね、特技がありましてね、三島くんの、まあ何でもかんでもこう、カタカナを言っていただけると、即座にこう和風に変換して返すというような特技でございます。カタカナを言うと和風にして変換。さようでございます。まあ例えばアイスコーヒー、アイスコーヒーならこう和風にすると、冷やし苦豆焙煎汁とか、ね。そうそう。楽しみに、どっかで繰り返していただいてありがとうございます。あーすごい、あーね、まあでも、あ、振らない人も絶対振らないんだそうか、グッと出てらっしゃる方もありがとう、あ、まあ2回戦に見ましょう。どうですか、遠目から見たらね、片っぽおばはみたいでしょね、シルエットがね、面白くねすごいでしょ、そのくらいあなたですよ、あなたですよあなたですよ、あ、僕なんですか、あなたですよ、みんなね、いや、僕全然普通ですよね、そうじゃないんですよ、仕上がりが仕上がりすごい、しかもこれあの天然パーマなんですよ、急にかわいそうに言ってみましょう。ありがとうございます。たくさんのメッセージでありがとう、拍手していただいて、手を振っていただいてありがとうございます、ありがとうございます。お待ちください、太りすぎてしんどいですよ食べ過ぎには気をつけてください。皆さんもね、ありがとうございます。はじめまして、プラスマイナスと申します。よろしくお願いします。西宮やってまいりました、嬉しいございますね、ありがとうございます。ウェイパーすいません、これ流行るまでやりますのでね、もう漫才じゃねないので、僕はあのパフォーマンスなんでね、あの審査員みたいに見ないでねよくあるんです。まあちょっとね、じゃあちょっとやっていくから、こうしながら笛吹きます聞き逃さないようにね、吹きます、はい、これが続くからね僕はスーパーマラドーナというコンビのタケッチと言いまして、ちょっと珍しい名字なんですけども、あの武士の武を書いて、物知りの知るを書いて、下に日光の日を書いてタケッチと言いますね。で、相方がね、もう見ての通り見たまんまでございます。もう顔の雰囲気見てもらったらね、名字誰でも分かると思いますよ。田中って言いますね、お願いしますね。田中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  100% 田中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 ですね。てってれエルトに出ました、ありがとうございます。一押しのギャグでございますね。聞いてみたいと思います。我々さやかのことちょっとでも見たこと聞いたことある、知ってるよっていう方いらっしゃいますか、どうなんでしょうか。あ、ありがとうございます。結構手厚いですね。お前さん、ありがとうございます。127、早いそれが正確な127。ここですよ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。ゆっくり座って、お席見つかりますか。大丈夫ですか。何番ですか。3、一回3列の方手挙げ立ってください。一番前です。一番前だ。そこから、こっち。いやありがとうございます。ゆっくりまだ始まっておりませんので大丈夫ですよ。ありがとうございます。僕は急に歩み寄るんですね。新山の考えだよな。新山は武士やったね。まあね、いいですよ。まあいいですよね。いつでも新山は変わらね。いいですね。変な喋り方。なんとなく俺も会話に付き合ってる感じが、シャアなしの感じが出てる。違っただけいいよ。冷たいですよね。冷たいですよ。お願いしますよ。夏はもうちょっと暖かいんですよね。季節の最後になりますから。なんか一人の会話。なんか中身ないな。中身なさそう。食べ終わったプリンか。いや、まあ、全部そうや全部そうや全部そうや、例えていこうか、例えていこうか、気をつけないで、まだまだタンスから一番高いやつだしね、ダウン着ないで、あ、そう、こたつ出しました。ほんま気をつけないとダメです。むちゃくちゃ寒いですからね、ほんまに寒いよ。
富山の雪なんですよ。誰と喋ってんの。お願いします。たくさんのお客さんに拍手をいただきましてね、はい、私たちはあなた方の味方ですよという拍手をね。いや、本当ですか。受け取りましたけどね。いやいや、ありがたいですよね。オーディオスコとピン芸人ユニットでね、オーディオスコとコカキンでね、本当に今年、1年ありがたい、はいはい、いろんな仕事をさせていただいて、ありがたかった、本当にありがたかった。ただちょっと弊害もありましてね、ドッキリによくかけられるようになりました。